ビーの向こう入り。日本の昔話。昔あるところに母親と娘が二人で暮らしていました。年頃になった娘のところに毎晩若者がやってきます。そろそろ孫の顔を見たいものだ。二人の楽しそうな様子を見た母親はその若者を娘の婿にしようと喜びました。節分の夜のことです。私はちょっと用事があって出かけてきます。すみませんですが、その間に節分の豆をいっておいてくれませんか。あとで一緒に食べましょう、と娘は若者に頼んで出かけてきました。用事が早く済んだので娘は若者を驚かそうとそーっと部屋の戸を開けました。そこには一匹の蛇がいて尻尾に鍋を巻きつけて中の豆をカラ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 と言っていました。と娘は息を呑んで母親のところへ飛んでいきました。それは何とかしなくちゃ。いいかい、彼の着物の裾にこっそりと糸の通した針を刺しておきなさい。そこで娘は若者に気づかれないように着物の裾に針を刺しておきました。翌朝、若者が帰ると、針の糸がずーっと外まで伸びています。母親がそれをたどっていくと、山奥の池に着きました。池の中から、蛇に戻った若者とその母親が話している声が聞こえてきます。母さん、ゆうべ人間の娘のところで、針を刺されてしまったよ。なんてことだ。だから人間のところへなんか行くなって言ったのに。針が刺さったからにはもうすぐお前は鉄の毒で死んでしまうよ。すると息子のヘビが言いました。でも俺が死んでも大丈夫。あの娘に子供を授けてきたから、その子が仇を取ってくれるよ。甘いね、お前は。3月には桃酒、5月には勝負酒、9月に菊酒を飲まれたら、お腹の子は死んでしまうよ。人間は賢いから、すぐに分かってしまうだろう。それを聞いた娘の母親は急いで家に帰って桃の花で桃酒を作りました。それを娘に飲ませるとお腹から死んだ蛇の子がたくさん出てきました。それ以来3月には桃酒を飲み、5月には勝負酒、9月には菊酒を飲むようになったそうです。